どうも、トズルです。はい、ということで本日はですね、スペシャルゲストに来ていただいております。自己紹介お願いします。アムロ、行きます。アムロです。アムロさん、はい、アムロさん、そんなキャラでしたっけ。いや、まあもう、はい、吹っ切れようかな、吹っ切れようかなと、ごめんなさい、僕がやらせました。はい、ということでですね、本日はジェンコオリーブ紹介からアムロさんに来ていただいております。アムロさんといえばですよ、日本一決定戦、現在取得ポイントが日本で2番目に高い46ポイントでしたっけ。46です。46ポイントってすごくないですか。多分ポイントで言っても皆さんピンとこないと思うんで、今までベスト8に残ったのが2回、はい、で他の大会でも二次予選三次予選で勝ち抜いているという、あの凄腕プレイヤー の日本で日本一決定戦で今2番目に、あのラッドインプさんの次にポイントを持っているプレイヤーの方でございます。本日はですね、私ドズルとちょっと日本選手の BO3 バトルをさせていただけないかなと。はいはいはい。いや、ね、ちゃんと僕本気でいきますからね。あ、分かってます。アムロさんといえば三重士がうまいんですよ。まあ、はい、そうですね、三重士が得意なプレイヤーなので、私はちょっとね、三重士を意識した戦いをしながらちょっとね、日本選手でバトルしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ行きますか、早速。はい、早速、得意デッキを使うとは限りませんからね、お互い。そうですね、はい、はい、じゃあ1試合目いきます。いきます。そうでは、アムロさんはね、1試合目は三重士じゃないデッキを使うと思うんですよ。やっぱ得意デッキはね、温存するタイプだと見たんで、私は。おっと、いい、ね、なるほど、なるほどですね、なるほどですね。はいはいはい、まあまあ、あ、とりあえずここはですね、やるなと、やるなを送ってあげて、これはね、アムラさん、ペッカホグですね、これは。私の読みが正しければ、そうですねって言っちゃダメじゃん。ドズルさんもただのペッカホグですね、これ。と思うじゃないですか。あ、やばいやばい、これやばい、これやばい、ちょっと待って。いや、ただ、これはお互いね、これ結構お互い、はい、お互いきついですよね。はいはいはい。お、いいいいいい、ワンチャンある、ワンチャンある。よしよしよし。だるいですね、これ。目がないと、いいよいいよいいよ。あー、だるいですね、これ。オッケーオッケーオッケー、入る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 、オッケーオッケーオッケー。これはドズルし、先制リードじゃないか。はい、これはだるいですね、ここはね。はい、もう一発オッケー。ここはまあやるなっすね。やるなですか、ありがとうございます。アムロやるないただきました。すごい、感染がすごい。さあ、そしてホグライダーを飛ばして、ここでペッカを出させると、はい、なるほど、ペッカを出させておいて一発入れると。さあさあさあ、ここからですよ、本当の勝負は。際どいですね、これは。際どいでしょ、結構いい試合展開できてますよ、私。あ、あ、ちょっと待って、大丈夫か。あ、大丈夫大丈夫。さあ、からのからのですよ。ゴブリンがダメですね、これ。ゴブリン強いですね、さすが。よし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 、ワンチャンあるぞ、本当に。まだあるまだある。よし、からの、あー、だるいですね、これ。これはだるい。さあ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 、アムロさんを追い込める、追い込める。あー、もう一発、オッケー。無理しすぎて攻める。あー、やばい、これやばい、これやばい。どうやって落ち着こう、落ち着こう。よし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 。あー、ちょっと待って、これはあかん、これはあかん、これはあかん。バックでやられつつも、いやー、でも、つつも残り40秒。よし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 、はいはいはい。あー、どうだろう。いい勝負ですね、いい勝負ですね、本当に。あー、だるいですね、それ。だるいでしょ。あ、やばい、これはだるいですね。ちょっと待って、ちょっと待って、あー、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、これ。いやいや、よくないよくない。あー、よくないですね、これ。よくないですね、非常によくないですね。非常によくないでしょ。からの、はい、ドン、はい、ドン、はい、ドン。これは来た来た来たぞ、これ。ワンチャンある、ワンチャンあるというか、やばいですね、これ。これはドズルし勝ってしまったパターン。よし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 。いや、まずいですね、これ。なるほど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 。いやー、やりました、ありがとうございます。なるほど、なるほどですね。これね、ちょっと私が先制してしまうっていう。いや、ちょっと、はい、まずいですね。今日から僕のことラットインプスって呼んでもいいですよ、別に。あ、わかりました。はい、負けたらラットインプス。2セット選手なんで、はい、はい、行きましょう。いや、これはちょっとね、ドズルやるじゃんとコメント欄で書かれたいんで、僕も本気で。さあ、よろしくと。どうですか、日本一決定戦で自我緊張してますか。いや、今の方が緊張してます。嘘でしょ、絶対嘘でしょ、さすがに、さすがにそれは嘘です。さあさあさあ、あー、やばいやばいやばい、スタンプ送ってた。
はいはいはい、あこれはね、あ枯渇ですね、枯渇ですね、チンパンデッキですね、チンパンデッキじゃない、チンパン、あちょっと待って、これはね、ここでまずは相手にね、ロケットを打たせる、あこれチンパンデッキですね、やっぱり、いやいやいや、と思うじゃないですか、と思うじゃないですか、学年ですかね、おー、早い、早い読みが、学年を私が手離した瞬間に学年ですかねってきました、いや、ただですよ、やっぱりこれチンパンデッキなんですか、ちょっと思うじゃないですか、あやばいやばい、違うんですか、いやいや、ここまではチンパンデッキだと思いますよ、はい、はい、からの、うん、いや、いい勝負ですね、いやちょっと待てよ、あのアムロさんが使ってるのは枯渇デッキと言われるですね、重量級に強いデッキなわけですね、そうですね、ここは逆に絡め取られたか、審判デッキかなと思って絡め取られたパターンか、これは逆に、さあここからが勝負ですよ、あーうまいな、うまい、うまいわ、アフロさんうまい、うまいですねよしよしよし、はい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 、はい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 、これはこうですね、いやちょっとじわじわ削られておりますが、ここから残り1分を切ると、どっちから行こうかな、うーんなるほど、さあここからさあ行きましょう、ああなるほど、なるほど、いやきつい、きつい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 、これがきついんですよね、はい、後ろから来るんでしょう、どうぞ、はいはい、おいしょ、いやえぐ、はいはい、えぐ、よし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 、インフェルノタワーが絶対来るからな、あいいですねいいですね、はいはいはい、おと思うじゃないですか、はいどんと、はいどんと、はいどんと、なるほどです、よしよしよし、非常になるほど、非常になるほど、奥が深い、よし。いやー、通んない。全然通んない。マジで。闇が深い。よし。いいですね。闇が深いです。非常に闇が深い。闇が深いですね。ただし、ただしですよ。いやー、きつ。きつい闇が深い、ほんと。はい、ここで引き取って。きつい。はいはいはい、きつい、だからもう触れて、いやーきつい、これでロケットかな、あーやばい、終わったなるほど、まあこの試合はね、まあ、この試合はね、はい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 、ハハハンからの、ハハハンからのロケットと、はい、ナイスゲーム、はいはい、いやー華麗ですね、おめでとうございます、いやここでまあ1対1なんで勝負はね、まあまあまあ、うん、どうですかここまで感想戦、いやそうですね、まあまあ前振りなんでねこれなるほど、いやここで三銃士来ると思ったんだけどな、私が言ってしまったんだな、甘いっすね、甘い甘い甘い、ごめんなさい、ちょっとやっぱねこう歴戦の戦士なんでねアムロさんは勝ち抜いてきてるニュータイプですから、これでいきます私、あ、はいはい、行きましょう、行きましょう、よし、ラスト、よし、これで勝った方が最強です、よし、行きましょう、アムロさん普段こう喋りながらプレイしたりするんですか、いやあんましないっす、ね、あんましないですか、結構喋り慣れてますね、はい、そうでもないですか、そうっすか、なんか適当に独り言言ってるいや結構やっぱカメラ向けられると喋れないんですよ普通、はいはいはい、という雑談挟みつつ、いやこれハイボザップな気がしますねと思うじゃないですか、違うんですか、いやわかんないですよそれすんごいハイボザップな気がするんですけどこれ、はい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 、いいんじゃないかこれ、どう思うじゃないですか、ハイボだったっすか、いやきつい、あきついですねこれは、さあさあさあ入る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 、よしお、よし、いやちょっと今のは失態っすね、これ失態、失態っすね、ちょっと失態っていうワードを久しぶりに聞いたんだけど失態ですか、失態ですね、ただここで矢の海を使うと次ガゴムレがね怖いわけですよ、いきますね、はい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 、うわー立ててくるなこの男マジで
じわリストだな本当に。じわじわこっちを追い詰めてくる。待ってよ。いやーしかもね後半の三重視って本当にライトニング当たらなくなるんですよね。そうですね。そうですよね。そのエリクサが溜まった後も飛来心されまくるんで。いやどうしよう。右からどうせあれでしょ。古城来るでしょ。古城。ああそっかそういうことだ。あかん。あかん。うわちょっと見損ないましたわ。見損ないますよそれは。いや強い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 。ちょっと待ってこのままやられるパティン。これアンジャさんから行くんだ。おうおうおう。と思うじゃないですか。さあ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 持ちこえる持ちこたえる持ちこたえる持ちこたえる。さあここからですよ。こっからですよ。いい勝負いい勝負いい勝負。さあここから。うわまだ立てる。懲りずに立てていくスタイル。おお。もう打ちます。打ちますか。打たざるを得ない。うわスリークラウン狙ってきてる。と思うじゃないですか。と思うけど。と思うじゃないですか。左から来るんでしょどうせ。まあどうせ右から行くんですよ。なるほど。分かってますよ。ああいい墓石ですね。いい墓石でしょ。いい墓石、ね、からのまだ終わらんよ。あ、まあ違ういい、ね、違う人のセリフだ。それは違う人だ。ドズルじゃなかった。さあこっからあいいバルーンですね。いいバルーン。さあそしてあ一撃は通らないか。危ないですね。危ない。あかんよこれ。うわ、羽村さん友達いなくないですかそれ。友達、あーちょっと間違えた間違えた。墓石の場所を嫌な目打ってしまった事件簿。あーありがとうございます。これは、はいはいはい、ありがとうございますという。いやーやっちまりよやっちまりよ。あーくそーナイスゲーム、ありがとうございました。ありがとうございます。いややっぱね、強いですね。そうやっぱトッププレイヤーはこうどんな状況でも序盤ワンチャンあったじゃないですか。3試合目そうですね、ちょっとミスりましたね。ちょっとミスって押し気味だったんですけど、きっちり逆転してくるんだよな。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。どうですか、アムドさんは1日どれぐらいクララやってるんですか。2、3時間くらいですね。2、3時間。はい。おお、結構やっぱ毎日やることが重要なんですか。まあそうですね、ちょっとやんなかったら CS 落ちてるんで。あーやっぱスポコン的な1日休めば3日取り戻すにかかる的な。そうそうそう、やっぱそうなんですね。そう、ちょっと僕になんかアドバイスください。なんかまあ敵機選出がちみたいなのとかいや、やっぱこう、いや僕は自分で結構クラルはやってるんですけど、はい、そのいわゆるトッププレイヤーの人たちと、はい、やっぱこう何かが違うんですよね。まだ、まあ、もちろん努力量とかこうプレイ時間でもあると思うんですけど、こうさらに1段階行くためにこうもがいてる僕だったり視聴者さんに向かって何か一つ的確なアドバイスを。いや自分は強いと思ってやることがないんですよ。あ、やっぱ自分が最強だと。あ、そうそう、僕はニュータイプだと。そうそう、ガンダムは俺しかいないと。あれですか、やっぱ勉強はリプレイとかめっちゃ見るんですか。まあ自分がここダメだったなっていうところは見ます。自分のリプレイだったりちょっと気になるところなんで。 PB は見ますか。 PB は気になる人は見ます。あ、そうなんですね。自分が使ってるデッキとか。はい、なるほど、わかりました。ということで本日のゲスト、アムロさんと BO3、日本選手で戦ったんですけれども、勝者アムロ選手ということで。いや今後あれですよね、日本一決定戦も今後ザ・ファイナルに向けてもうトップ32人のプレイヤーたちが一気に上を目指していくっていうところなんですけれども、アムロさんもぜひね上を目指して頑張っていただければなと思います。応援しております、はい、ということで本日のゲスト、アムロさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。